じゃあ、一旦まず今までのモゴモゴの報告です。1ヶ月1000人ずつチャンネルが成長している感じになっています。すべて皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。 じゃあ、その後のまた報告がありまして、えー、チャンネル登録してない方が、し4万人もいるようですよね。チャンネル登録してくれればいいなと思いますが、もちろんいろいろ事情があるでしょう。なので今回はプレゼントの企画を少し変えましたが、後でお話しします。とにかく皆さんのおかげでチャンネルは成長しています。本当に感謝しています。 え最近面白い結果がちょっとありまして、えーと、もごもごは以前からなんですが、チャンネル登録じゃない方の、あのー、再生が多かったんですが、右を見てください。今までは女性が圧倒的に多かったんですが、最近は男性の方も増えていますね。 これは、ある意味では、日本の男性の方も、韓国に関して興味を持ち始めたということで、私は個人的に嬉しいと思っております。えー、これは初めての報告なんですが、えー、もごもごチャンネルをよくご視聴なさっている方は、えー、大阪市に多いらしいですね。その後、横浜市とか福岡市とか、札幌市とか、 市市、と名古屋市、まあ、その後神戸とかいろいろありますがえかなり関西の方が多い気がしますが、えー、も最近 YouTube で確認できるような、えー、資料だったので皆さんに紹介してみました。 じゃあ、とにかく私が言いたいのは、皆さんのおかげで、韓国と日本が少しずつ仲良くなっている感じがしますので、えー、私は個人的にとっても嬉しいです。ありがとうございます。 今からは簡単に私は今何をしているかと話なんですが私は今韓国にある大学院で博士号の勉強をしています、えー。日本のスピードに慣れていましたがこっちに来てからはもう韓国のスピードに巻き込まれて 日本と韓国は仕事の進み具合のスピードがもう全く違っていて、韓国人なのにも関わらず今、韓国の生活に慣れようと頑張っております。その中で、韓国の国の事業に参加することになりました。今私は国が作る韓国語の教科書の作成チームになりまして、その活動をしております。 おそらくこの教科書は来年ぐらい世界中に発売されることになりますのでその時はまた報告いたしますとにかくこちらを卒業したら日本に戻る予定なのでその時もぜひよろしくお願いします じゃあ、じゃあ、今回のプレゼントの話をしてみましょう。今回のプレゼントは、ファンジニのハンカチになります。皆さん、犠牲好きですよね。チマジョグリも好きだと思いますが、ファンジニのハンカチを用意しました。そして、このハンカチは、ハングルも書かれていますが、このハングルは、ファンジニが 本当に書いたと言われている詩が書かれていますので興味がある方はぜひもらってください、えー、一応ハンカチなんですがスカーフや風呂敷などでも使えるらしいですただし私が見てみると青色のファンジにもありましたが皆さんいかがですか 完全にといたらやっぱり赤ですね。なので今回はもごもごのチョイスで赤のみ用意してますのでご了承ください。これを合計50名様に送料無料でプレゼントしたいと思います。 じゃあ、今回の応募の方法なんですが、下のリンクをクリックしてクイズに答えてください、えー。やっぱりチャンネル登録してない方もいますので、今回はクイズという形でやってみようかなと思っております。ク、え、イ、ー、ズだとしてもそんなに多いわけではなくて、全部で3問です。ヒントもありますのでご安心ください。 クイズの内容としては、時代劇の問題一つと、韓国の文化の問題一つ、そしてハングルの問題が一つあります。先ほど言ったように、ヒントもありますのでご安心ください。 えー、そして、えー、クイズの最後には、住所を書くようになっております。ここを必ず入力してください。ここの文字が間違った場合は、皆さんに、えー、せっかく抽選で当たったとしても、プレゼントが届かなくなりますので、ご注意ください。ここを本当に気をつけてくださいね。クイーズに全問正解した のにもかかわらず、抽選で外れた方もご安心ください。その中でリベンジ抽選でランダムでプレゼントをします。これももちろん来週報告しますので、もしかしてハンカチがもらえなくても他のグッズがもらえるという気持ちであチャレンジしてみてくださいね。 そして、これを忘れたらいけないでしょう。もごもごチャンネルを応援してくださっているメンバーの方には、約束通り感謝書としてプレゼントを用意しました。えー、もう今回も皆さんのおかげで、スタバが飲めるようになりましたので、私の気持ちなので、メンバーの方の中には、いや、いりませんという方もいるんですが、できればぜひ、 えー、もらってください。私の気持ちなので、えー、もちろんちょっとつまらないものかもしれませんが学生としては頑張って用意してますので、えー、もらっていただければ嬉しいです今回メンバーの方に用意したのは朝鮮の王様の遺書コリョンポの胸あたりに、えー、刻まれている 龍の絵がありますよね。これが前期の絵を用意しましたが、色も赤でマスクを用意しました。もうコロナは終わったんですが、ファッションアイテムとしていかがですかそしてもちろん、ファンジニのハンカチも一緒にセットで送らせていただきますので、ぜひ送らっていただければと思います。メンバーの方はキーズはいりません。えー、私がそのキーズのリンクの下のところにメンバー 専用のリンクをかけますのでそちらに入っていただいて住所だけ入力してくださいもちろん住所を書くときに名前も忘れずに記入してくださいそして最寄り郵便局でも構いませんのでぜひ書いてくださいねまたメンバーの中で、えー、もう私の個人的な知り合いの方もいますが、えー 個人的な知り合いの方は私が個人的にお渡ししますので、住所を入力しなくても大丈夫ですよ。じゃあ、今回の企画なんですが、2023年6月18日の日曜日までにコメント欄のリンクをクリックして、クイズに答えて応募してください。日曜日までなんですよ。で、今回は抽選なので、日曜日の後の方はやむを得ず、 次回にお願いすることにします。そして来週水曜日に当選者を発表しますので、えー、楽しみにしてください。もしかして当選されなかったとしても、まあ、リベンジ抽選がありますので、楽しみにしてください。でも、もごもごチャンネルをご視聴いただき、心から感謝しております。これからも皆さんの応援よろしくお願いします。今日も聞いてくれてじんちゃんじんちゃんこまおうよ。여러분、あんにょん。